この動画には、以下の要素が含まれています。ホラー要素があります。怖いのが大丈夫な方は、ゆっくりしていってね。今回は、支援さんの企画動画です。本格的にしたのでどうぞ最後まで見ていってね。遅くなっちゃった。早く帰ろう。雷が鳴り始めちゃった。早く帰ろう。急いで帰る途中後ろに誰かいる気配がした。後ろ見ても誰もいない。誰もいないのに足音が聞こえる。怖いなぁ。怖いの嫌いなんだけど。ふぅ、やっと家に着いた。やっぱり、何かの気配がするんだけど、やっぱり怖いなぁ。何か出るんじゃないかな。何今の笑い声。今は、自分だけなのになんで女の人の笑い声が聞こえるんだ。また、雷が鳴り始めちゃった。怖いよー。今日は、疲れたから寝よう。そうしよう。あれ、体が動かない。まさか金縛りになったのかな。何あれ、暗くて見づらいけど、なんか顔に見えてきた。じゃあ、いやいやいや、これは夢だー。おい、起きろ自分、早く起きないと大変だぞー。ふぅ、なんとかいなくなった。これで寝れる。あれ、また金縛りだ。あれー、なんかさっきより大きくなったみたいなんだけど。また、あの声だ何なんだよー。本当に誰なんだよー。あれ、なんでオルゴールの音してるんだ。オルゴールは、壊れたワスなのに。あれ、めまいがしてきた。本当に寝ないと。だから、誰なんだよ。こっちは眠いんだよ。あれ、目が疲れてるのかな。目があるような気がするんだけど。あはは、そんなことないよね。本当に怖いよー。なんでこんなことになるんだよー。自分は、何もしてないのになんでだよー。あれ、さっきまで一つしかなかったのに今は、三つだ。本当にこれは、現実なのか。試しにほっぺた引っ張ってみよう。痛い？夢じゃないみたいだな。本当に嫌なんだけど。もう、頭がおかしくなりそうだ。本当にどうしよう。その人の家の近くに無縁仏がたくさんあったそうです。夏だからといってお墓に何かするとか、いたずら半分で肝試しすると霊が取り付いてしまう恐れが強いと思います。なので、お墓で遊ばないことを強くお勧めします。いかがだったでしょうか？よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。